セルビア一部のパルチザンベオグラードに属していた日本代表 FW、浅野拓磨は、給与未払いと理由に、同クラブとの契約を解除したことを発表した。これに対しクラブ側は、浅野の刑不履行であるとして、法的措置を取る姿勢を明かしている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ中、浅野は2日に、自身の公式ブログや SNS で、クラブからの度重なる給与未払いや、不誠実な対応、理由に契約を解除したと発表。今季チーム祭の公式戦21得点を挙げるなど、中心選手として踊らしていた、浅野の電撃退団は、大きな衝撃を引き起こした。クラブは公式ウェブサイトに浅野の退団に関する声明を掲載。浅野は、クラブと間に交わしていた契約に違反し、自らの意思で一方的にクラブを去ったと主張してい、契約条項に違反する根拠のない退団であるして、クラブはあらゆる法的措置を取る意思表明。国際サッカー連盟、FIFA の担当機関にも訴え、姿勢を見せた。浅野が請求に行動したことはらか、とクラブは述べ、彼にそうする権利が、と吹き込んだ何者かが背後にいると主張。給未払いなどを訴えた浅野の声明は、事実無根、脅迫的であるとして認めないという態度を取っている。